見て見て、トントントン、しかもね、トントントンペーペー、ドラドラペーですよ。来ましたね、早速。あ、聞いた、こっちも来た。ルイソ、あ、ダメ。いやいや、ルイソダメじゃない、ダメじゃない、ダメじゃない。いやいや、全然全然あるよ、全然あるよ。手配の7割ルイソですもん。そうですよね、7割。最強戦ルールって流派なくてもいいの？大丈夫なんですね。ただこれはあ、泣かないですね。あ、なるほど、数層ね。まあこれやっぱりリャンゾーとかサンゾー引いていきたいよね。いや、竜いそうですよ、本当に。来たか。ああ、違う、それは違う。でも、これ結構手はいいですね。均一になりますね。なんない6、7、8とかあるけど、ここはパーマン。あとは、まあ、とにかくここのこの段階で堀江がこの手を決めたら、はい、特訓の成果もあればね、2着抜けかなりこう予選の、著名人最強戦でもかなりいい戦いしてましたから。しかもですね、ダブトンアンコでドラ統一なのに、はい、切り出しがリャンゾーキューピンなんですよね。本一を見てるんで、これ本一絡めたら、ああ、リャンピンですか。あ、だからそういうことですよね。うわ、これ絡めてくるんだ。1万8000とか2万4000とかある、うんうん、4万8000もありますよ。4万8000って、ついそう最近小谷さんちょっとキャラ変わりましたね。変わんないの、元カノ。いや、結構ロマン派になったんだね。いや、元カノ役満は大好きなんで、うん、そうなんですね、はい、ここから4万8000。来たよ、すごいよ、すごい、うん、これ数アンコありますよ。いや、4万8000ですよ、はい、もうダブとアンコドラ閉じたくて十分だからね。Cマンが2枚ない。あ、なでもパーマンが1枚出てる、うん、いや、ね、スワンコよりも6級ワンビキオがね、はい、あ、その方が嬉しいですよね、うん、もう次6級マンチーとかありますかね。1枚ずつ打たれてますよ。もう一つ作りたいね、4つ目のね、候補ね。クロスはイーマンがアンコ。いや、でも豪快ですよね、豪快、ね、手なりで進めても、あ、ここもでも、いや、最高のツモローピン。いや、これホンダがかわしきるかもしれないぞ、うん、パースを切ってここは目いっぱい広く受けます。トンの1局は1200、次局5200の宝珠のホンダ。でもちょっと7割あの留意層だったのちょっと残念ですよね。いやいや、まあ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 もう無理じゃないですか。もう無理ですね、はい、はい、いや、本当に大谷プロそうなんだ、役満好きだったんだね。大谷さんいつからそんなにロマン派になったんですか。私もうマージャン始めた頃から留意層だけは絶対逃さないと思って言ってるんで。なるほどなるほど、はい、さあさあさあ、堀江の手が高打点見えてますが、本田が今にもリーチになりそうだ。もうここはチーだ、はい、9番が場に3枚目、ローマンも1枚出てます。イシャンテですね。いや、インパチのイシャンテですよ、はい、ちゃんとつきますもんね。テンパイだ、これはサブロッキューピンいくか、うん、あ、さあ本田のリーチ、しかし堀江が来るぞ。堀江が1枚2枚って、あ、でもサブロッキューピン強いね、やっぱりね。え、でもリャンマン4枚行きじゃないですか。6球満の方がむしろ厳しい、うん、ロッキーマンがもうかなりすでにバニー3枚出てて、自分の仕掛けに1枚入っている。うん、掴んでしまった。これは3ピン回り引いてチーマンパーマンの現物を下ろすっていうのはちょっと、いや、でも全然ありしおらしすぎます。ロッキーも結構出てますもんね。ダブトンドラドラでも十分ですからね、はい。3ピン回り引いたらわからないぞ。リャンピンとかウーピンとか引き戻したいですね。引き戻すのは振り手になっちゃうんで。あ、そっか。あ、これはあ、リャンピンじゃダメだ。これリャンピン引き戻しても次はEピンが振り手。あ、でもローマン通った、だから通っちゃまずい、今通るのはまずい。いや、ただ6球1が薄くなってきてるからね、本当にね。そこを嫌う可能性ありますよね、うん、3ピンとか重なれば、重なり、でも2枚出てる3ピン、2枚切れてるんですよね。先に3ピン1枚みたいなとこもあるか、うん、でも一応リードしてるので、まあ1万2000脳天ですからね、これ。いや、でも高いんですよ。高い。いや、行ったか、先行くか。うわ、持ち上げて戻す、持ち上げて戻す、持ち上げて戻してさようなら。これはそんなことあります？特訓の成果すごい、すごいね、特訓の成果が出ている。持ち上げて切らないパターンあんまりちょっと初めて見ました。いや、だから3ピンかなんかどっちを先に切るかだと思ってたんだけど、まさかマンズの両面に手かかるとはね。はい、どっちも切らないと。1万2000のイーシャンテンでしたけどね。まあ、老朽マンがもうあのちょっともう上がりが見えなそうっていうのが一番の要因ですか。6枚見えてましたね。さあ9ピンつも上がり、リーチつも、おっと、500ドラはなし。さあ本田早くも2回目の上がりをものにします。500銭の上がり。ただこの4人でこの展望の変化はちょっと意外ですね。これはちょっと馬場さんの言うこの派手な展開ではなく小場の展開なのかもしれない、ね、ちょっとなりつつありますよ、ね。